お疲れ様です、吉谷さん。ジャルジャルってお笑いがいるんですけど、ジャルジャルってお笑いコンビはね、まさに YouTube だからヒットしてると言えるんじゃないかなと思うんですよ。その中でも特に、その Zoom っていうね、オンラインの仕組みを使ったギャグがすごく面白いんですよね。で、基本的に Zoom でのギャグを見てる人って自分でも Zoom の経験があるから、あ、これわかるわみたいなね、これあるあるみたいな感じで共感するんだと思いますね。だからもしかしたらジャルジャルはリアルな場ではちょっとね弱いのかもしれないですね。で、逆に言うとリアルの場しかないんだったらそこに対応した、お笑いをやってくれるのかもしれませんけども、やっぱりね、この Zoom と YouTube を使ったこのなんかある意味ね、視聴者が一人でこっそり笑っているっていうね、まあ、そういったところにこう根付く新しい芸風だなと思います。他のなんかそのお笑いコンビってこういうのやらないですよね。やったにしても全然気がつかないぐらいわからないし、うん、テクノロジーとか時代に合わせたものをどんどん取り込んで、その地位を築いてるってことなのかなと思いますけどね。